えー、こんにちは、ソカジのです。今日はね松潤さんのライブ放送中なんですけども質問が来ましたん、ね、で回答する動画を撮っていこうかと思います質問の内容は久保さんはなんでね、そんんんなにたくさん動画を上げるんですか、えー、そしていろいろ書いていたんですけども私は1日に1本かそれでもね週に1本か2本ぐらいのペースでいいと思ってるんですっていうふうに書かれておりましたはい回答します 私がね、なんで動画をたくさん上げるかっていうと、ネタがたくさんあるっていうのもあるんですけども、根本的には、自分の目標金額、もしくは目標としている集客、アクセスに達していない場合は、動画をたくさん上げます。で、自分の目標としている売り上げなり、アクセスが達成したら、まあ動画を出すペースは、ちょっと緩めてもいいかなと思ってますよね。まあですんでね、チャンネル登録1万人を超えるまでは、私は狙って動画を出していたんですよ。で、 収益性の高い動画も出していましたし、反応をたくさんもらえるような動画を撮ってました。ですんで、アクセスは高かったです。数千から数万ありました。過去の動画を見ていただければ分かると思うんですけどね。でも最近の動画は、何十とかね、何百とかね。まあ大体100が平均なんですよ。ですんで、チャンネル登録がこれほど1万5千ほどあるのに、再生数が100ってのはむちゃくちゃアンバランスでしょ。で、ある意味ね、登録してくださった方のことを考えずに、 自分の言いたいことを言ってるっていう風な領域に入ったってことなんですよ。集客とか売り上げが目的ではなくなったんですよ。なぜなら集客は達成して目標金額もクリアしたからなんですよね。私はもともと投資の金額を募るためにこのビジネスを始めました。ビジネスをやっていってお金が集まっていってだいたいね2億円を超えて年利で2 3、3%まで回すとだいたい5、600万になるんですよ。でそれでもう生活費良くないですかってことなんですよ。 あとはどちらかというと稼ぐために時間を使うよりも自分の人生を生きるために時間を使いたいので投資の利回りが入っているそのペースが自分の暮らしに、まあ、マッチしていたらあとはビジネスのための活動はどんどんやめていこうかなと思っていましたのでそのようになっております、まあ、お金がまだねできてない人はお金が集まるまで動画更新のペースを強めていくしかないんじゃないかなと思いますねもし動画の 更新ペース、1日1本とか週に1本で十分な収益と時間がもたらされてるなら、それはやる必要ないと思いますけども、やっぱりね、稼げてないからやらないじゃなくて、稼げてないからこそもっともっとやらなくちゃいけないのかなと、私は思うんですけどね。うん、そっか塾の中ではそのようなね、あのー、講義をしておりますので、よろしかったらいらしてください。では失礼します。